はいどうも、今日も元気にバトルやっていきましょう。チャンプルーです。はい、ビバン、レッツプレイバトル、トゥデイ、I'm チャンプルーということでね。あ、いいこと考えた。ここは、サルチームしよう。はい。ということでね、最近コンピューターにかける使いがちなんでね、ちょっと別のキャラにしました。はい、じゃあ夏美ですね。夏美のフォークの繋ぎ方は分かったんですけども、最近。でもね、明らかに難しいっていうことが分かったんで。さあ、裏で接し、落としていく。あらら、あらら、この攻めはちょっとまずいですね。はい、裏当てていく。さあ、ここをくるんといって。あー、飛びトンボが回らんかった。あー、なんかいろいろはちゃめちゃになってるけど、終わりましたね。そう、この流れでね、フープ繋ぐことできるんですけど、俺はちょっと難しいんで、やめました。このメカボを回した、プラス、あの、フープをね、フープに切り替えると、なんかまたがる動作なしで、なんか、フープがね、発動するんですけど、それがちょっとね、難しすぎて、夏美のフープで繋げる版のコンボはやめました。難しすぎる。あまりに。ハンマーがなかったんですけど、取り切りました。そいつ。オッケー。あ、マジか。ちょっとね、ダブバレの位置ミスったと思って諦めたら、なんか当たっちゃったんですよね、一発。なんだろう。なんか強化弾ってさ、たまに変な方向に飛んだとしてもね、当たり判定が広い時があって、なんだろうね、難しいよね、強化なんて。いやー、なんかもうちょっと綺麗にね、ダブバレ打ちたいよね。OK、こういう感じで取り切れるといいですよね、テンション。マジ、硬直が長いんだよな、DOB は。何してんの？
あー、裏に行っちゃった。ヨッテル、裏当ては嫌だ。博士いるんでね、ちょっと気をつけていきましょう。あれ ?2 発目打ってなかった俺。かっこよくね、かっこよく投げ払いで決めようかと思ったらね、全然決まんなかったっていう。いや、これ倒せるから、ディオン。オッケー、倒したまあ、ちょっとね、もっとコンボ頑張れただろうって思いました。ということでね、ちょっと、またまた練習していくんで、よろしくお願いします。それでは、バイバイ。Thank you for watching.